カオン YouTube プレゼンツ、ユークスタイリストの YouTube。 はい、ということで今回も、始まりました YouTube のお時間でございます。皆さんどうもおはこんばんちはということでね、今の若い方はきっとおはこんばんちはは知らないと思いますが、おはこんばんちはです。知ってる？古い人は知ってるよね。これで古いとか新しいとかもね言うと、あ、自分って古いんだとか新しいんだとかなっちゃうかもしれないんですけれども、おはこんばんちはと言いますと、おはようとこんにちはとこんばんはが合体している言葉ですね。おはこんばんちは。これね、敬愛する鳥山明大先生ですよ。今映ってますけれども、ドラゴンボールのキャラクターね、映っておりますが、ドラゴンボールで有名な、鳥山明大先生のヒット作、ドクタースランプ、ね、あられちゃん、その中で使われていた、おはこんばんちはです。それをね、この番組でも使っていきたいと思いますので、今後ともおはこんばんちはでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということでね、微妙に悟空さんが持ってるエピックナイトのこの、ロゴのね、持ち方がちょっと変わったのと、ベジータさんがね、ギブソンのレスポールを弾いているというとてもレアな、映像からのスタートでございます。ね、ベジータレスポール弾くなんてもう世の中には絶対ないと思いますよ。ということで、早速ね、進んでいきたいと思いますけれども、今日は、リクエスト と、あとはすごい小ネタ中の小ネタをお話ししたいと思います。多分ねこれ知らない人、昔の人でも知らない人も、いるかもしれないというね、小ネタ中の小ネタを紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。では早速いきましょうか。の前に、もうやっぱ皆さんね、レッドレッドで盛り上がってましてね、もう自分も本当にレッドの発売が待ち遠しいということで、この間ね、レッドのジャケット作りましたけども、やっぱりね、レッドといえば赤なので、赤仕様にしました。赤仕様にしちゃいましたよ、これ。ちゃんとね、ケースも赤ケースでやっちゃいました。ということで、ここに置いておきますが、レッド発売楽しみですね、と言いながら、早速今日の、話題に入っていきたいと思います。さあ、今日はですね、冒頭のコーナーは、リクエストでいきたいと思います。では、早速リクエストから、紹介したいと思いますけれども、こちらは LINE の方でいただいております。ビーズレッドさんからですね、ビーズレッドさんってもういっぱい好きで誰が誰だかわかんないですよ。レッドさん今ね、多分ビーズレッドさんって多分世の中にいっぱいいると思いますよ。一時的ですけども名前が、いっぱいいると思いますけれども、ビーズレッドさんからいただきました。リクエストよろしいでしょうかということで、来ております。2003年の渚園のファイナルプレジャーとはなぜ、ファイナルとついたのですかという疑問点がありましたので、よろしくお願いしますということです。せっかくですのでこちらの方にお答えしたいと思います。2003年ね、ちょうど15周年でこういうライブがありましたね。本当にビーズライブジムザ・ファイナルプレジャーということで、プレジャーがもう最後っていう風に歌っておりました。で、こちらはその時の最終日、まあ、20日、21と2日間ありましたけれども、その2日の模様が、収まっているものと、あとは、その前のホールツアーだったりとか、そういったものの、まあ、ドキュメントになっているものが、こう、ワンセットになっている DVD も、発売しております。で、このなぜ、このファイナルプレジャーと言われたかということですね。その後でもまた2008年と2013年もファイナルって言いながらやってるじゃないかと、思って多分いると思いますけれども、簡単にだけ紹介したいと思います。これもね、語り尽くすとまた、14時間くらいかかりますので、すぐ、簡潔に終わらせたいと思います。まずそれまではですね、1991年に初めて、プレジャーツアーっていうのが開催されました。で、これももともとは、その後に、続いていくものだとは思っておらず、まあ、単発のプレジャー91っていうただのツアータイトルにしたんですが、結構これが好評だったっていうのもありまして、まあ、お祭り騒ぎみたいな感じでね、あったので、で、それ以降にまたプレジャーツアーということで、アルバムツアーとは別で、プレジャーツアーを開催することにしましたが、それまでの、こうツアーをやっていってね、プレジャーツアーもあって、アルバムツアーもやってってやっていくうちに、だんだんツアーの内容というか、曲もね、演奏する曲も、さほど変わりがなくなってきたっていうのがあったんですよ。
で、ライブもね、まあ、アルバムツアーですとアルバム曲中心ですけれども、それに合わせて、過去のヒット曲なんかも演奏したりとかっていうこともなっていきましたけれども、だんだんそれをやっていくうちにやっぱり言われ始めたんですね。プレジャーのツアーもアルバムツアーも大して変わんないじゃんっていうふうに言われてきまして、じゃあもうプレジャーツアーはやめようっていうことになりました、2003年。ということで、このファイナルプレジャーというタイトルで、封印という形になりました。でもね、まあこれで封印したからって言って今後、そういった感じの、ライブ、お祭り騒ぎみたいなライブはやらないわけではないよっていうようなことは言っておりましたので、それ以降ですね、2008年に、5年ぶりに、ちょっと20周年ということもありまして、プレジャーツアーが、また始まったと。で、その5年後ですね、2013年エンドレスサマーもプレジャーツアーということで、今はねもう5年に一度開催されるっていうのが、プレジャーツアーの暗黙の了解みたいな、感じになってきております。これはねもう本当にライブの MC でも稲葉さんも言っておりましたけれども、まあ、そういった感じでプレジャーツアーは多分次は今度2018年ですね、もう3年後です には、また開催すると思いますので、そういったこともありまして、一回2003年にはプレジャーツアーはもうやめようという、形になっておりました。内容がだんだんアルバムツアーも、やる曲も、ね、同じような曲になってきて、まあ、定番曲とかも増えてきて、で大して変わらないだろうということになってきたっていうのもありましたので、それで、こういう感じになりました。一回封印するということになりました。簡潔にだけ、そちらの方を紹介させていただきましたということですね。はい、さあそれではですね、今日の本題に入っていきたいと思うんですけれども、今日はすっごい小ネタを紹介したいと思います。さあ今日の小ネタですけれども、1997年に発売になりましたアルバムサバイブなんですね。これ当時私買ったものなんですが、サバイブ実は2種類あるのご存知でしょうか。サバイブね、もう一枚、やっとね中古で探して見つけたんですけれども、実は、同じように見えて違うんですよ中身が。それね意外と知られてないので紹介したいと思いますが、その前に、サバイブはね実は当時初回限定版っていうか、なんていうか、まあ、この箱に入ってるものが通常版なんですけれども、店頭で買った時にこういったね、紙袋っていうんですか、サバイブの絵がついた紙袋を、当時こうもらうことができましたっていうのと、あとは多分誰も持っていないと思うものを紹介したいと思いますが、サバイブに関してこちらですね、緊急速報待望のニューアルバムってことで、ね、ナインスアルバムサバイブってね11月19日発売っていうね、これCD ショップに、ファックスで届いてきたものなんですよ、緊急速報ってことで。あとはね、まあ、こういったものもね自分撮ってあったりしてるんですけれども、あとねいろいろありますよ本当に。こういうサバイブ、これも本当ファックスで来たものです。ルースから2年とかね、で10月17日 M ステ出演とかね、アルバム情報は出るか必見ですとかって、こういったものが、今やもうメールですけれども、当時はファックスで、こういうレコード会社とかからね送られてきてもおりました。でこちらがまあ新譜の注文書ということで、サバイブね、このお店によってここに、何枚ね、注文するかとか、そういったものを書いて、でまたその、ファックスを流してやるとその注文した分がお店の方に入荷されるみたいなね、そういった、ような紙ですけれども、このニューリリースルームスレコーズってことでね、懐かしいですけども、これは多分本当に、誰も持ってないというか、多分もうお店でもね見たらあとゴミに捨てられるくらいのものだったんですけども、このねビーズのロゴが入ってるものに関しては自分はねもうゴミじゃないので、本当にこういうものでも欲しくてね、お店の方でね本当に捨てるものならちょうだいって言ってね、よくこういうものももらっておりました。ということで、では早速本題に行きますかね。あ、もう一つあった、サバイブ発売するときにこういった感じのものもありまして、こういう感じでね、サバイブ発売に関しての、それまでのディスコグラフィーみたいなものが、載っているこういう
チラシっていうかあのビラっていうかね、こういったのもありましたけれども、これも合わせて紹介させていただきました。では、早速本題に入っていきます。じゃあこれね、何が違うのっていうことですけども、まあこのシールはね別としてね、この最初の紙を本当に取っておきたい人なので、こういうシールとかさっきのこれもね、ファイナルプレジャーもそうですけども、本当にこのビニールとかもちゃんと取っておきたい人なので、自分は、そういう感じにしてますけども、これね中身本当に違うんですよ。まあこういう感じですね。どんどんこう開けていきますが、開けていきますよ。まあこの辺はね一緒です、一緒です。で何が違うかというと、こちらですね、こちらのこれブックレットの中身の写真が実は1ページだけ違うんですよ。これね見分けが大変で、本当にこういろいろありますけれども、本当にたったの1ページだけ違うんですよ。でそこは何かというか、どこのページかというと、後ろから4ページ目ですね。ここのページなんですが、ちょうどね松本さんが座って稲葉さんが立っている横のページ、これ自分の持っているサバイブとちょっと確認してみてください。中にはこう2枚持ってる人もいるかもしれませんけれども、左のページは両方、右は同じなんですけども、左のページだけこう違うんですよね。本当にここのページだけがなぜか違うという、仕組みになっておりました。これなんでしょうね。で、実際これ本当開けてみないとわからないっていう状況で、やっとですけども、この間中古ショップで発見しまして、本当にこういう感じでたったの1ページだけなんですよ。このたったの1ページだけ、中身が違っているんだよということをね、紹介したいなと思いまして、めちゃくちゃこれ小ネタです。でも本当にこれ存在してます。こういった感じで1ページだけね、違うというものがありますので、それをちょっと今回は紹介させていただきました。あまり長くなると編集時間に本当に時間が手間がかかってしまうので、今日はこの辺で、終わりたいと思いますが、多分この後ね編集に3時間くらいかかりますのでね、テロップ入れたりとかいろいろ結構大変なんですよ。あとはまあいろいろありますけども、まあそういった感じで、今日は本当にパパッとね行きましたけども、リクエストにお答えしたのと、このサバイブのこのブックレット、実は中身が違う、しかも、箱とかも全く同じなので、中身実際、買って開けてみないことにはわからないという、仕組みになっております。本当にね CD も全部一緒ですので、全く一緒で、当時ですけども、当時この CD、 今のパソコンではもう見れなくなってますが、当時はね、これ CD エキストラ対応になってて、エキストラだったよね、対応になってて、CD をパソコンに入れると曲だけじゃなくて歌詞カードが見れたりとか、あとはライアーライアーのプロモーションビデオが見れたりとか、そういったこともできました。現在のやっぱ今のパソコンですと、ちょっとなんか仕様が変わってて見ることができませんでした。なので昔のね、例えばWindows の95とか98とか、多分その頃の、古いね本当に、その頃のパソコンだったら多分見ることはできると思います。はい、ということで、まあそういった感じの小ネタも紹介しながら、今日は本当にもうノンストップで、お話しさせていただきました。まずは、リクエストにお答えしまして、ファイナルプレジャーのファイナルってなんでファイナルだったのってことを、本当に簡潔にだけ紹介させていただいたのと、サバイブの中身のこのね、ブックレットの写真が1ページだけ違ったんだよねっていう、ことを紹介させていただきました。この番組ではリクエストなり、いろんなね、意見なりも募集しておりますので、採用されましたらという言い方おかしいですけども、面白いお話とかはね、こちらの方で紹介させたりもさせていただきます。で、本当にもう自分の知ってることでないと、返答できないので、その辺は本当に、ご了解いただきたいと思います。知らないことに関してはやっぱり答えることもできませんし、やっぱりね自分もただの一ファンであって、ビーズのねメンバーでもないですし、スタッフでもないので、本当に知っていることってのは限られてます。で限られている中で、皆さんに教えることができる内容であれば、こういった感じで教えていきたいとは思っておりますので、どうかよろしくお願いします。その辺も、踏まえてですね、今後ともよろしくお願いします。あとやっぱり編集が大変だってことは覚えておいてください。
本当にね10分くらいの動画を作るのにテロップとか入れるだけで3時間くらいかかるんですね。で そこからネットにアップしたりとかっていう作業も入ってくるので、正直言うと本当に毎日今こうやって作ってますけども、毎日更新自体も実は今すごく大変だったりもしてて、でさらにかつやっぱり最近、視聴者さんもね増えてきていることもあったりとかしてリクエストとか質問もすごく多くなってきております、非常に嬉しい限りなんですが、正直なところ追いついてないところもあったりもしております。でその中でね、いつも声かけてくれて励ましてくれている方が、おります。ツイッターの方でもねフォローしてくれている方ですし、でいつもね LINE で声かけてくれて、いつもお疲れ様ですとか頑張ってくださいとか、今日はどうですかとか、そういったことでね言ってくれている、方がおります。その方を一人紹介したいと思うんですが、お名前言ってもいいよって言ってたので、紹介させていただきます。その方は、ツイッターもやっておりますけれども、エジマンくんという方で本当にいつもね励まして、もらっております。本当に嬉しい限りで、ゆうくさん応援隊ということでね本当に毎日ね声かけてくれて励ましてくれて、本当に嬉しいんですね。エジマンくんで、画像とかも作ってくれたりとかして、画像にねいつもメッセージも、つけてくれたりしてくれてますけども、ちょっとこう見出しますけども、こうやって感じでね、これ一人じゃないからテーマはブライブジムの、歌詞なんかもつけてくれたりとかしてね、ゆうくさん応援隊エジマンよりということでいつもこういう感じでね、本当に毎日ですね、これも本当にレッドの映像からですね、もう今日もお疲れ様でしたってねエジマンよりってこうやって書いてくれたりもしてくれてて本当に、励ましてくれております。嬉しい限りです。ということで、エジマンくんをね、ゆうくさん応援隊って書いてくれておりますけれども、応援隊長に任命したいと思います。応援隊長だから何かってあれでもないんですけれども、本当に毎日励ましてくれてありがとうございます。力になっております。本当にそれ以外でもね、頑張ってくださいって言ってくれる方も多いんですけども、本当その中でもエジマンくんは本当に毎日こういった感じで写真を送ってくれたり、してくれてて本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。こう見てくれてる人とのこのやり取りとかって本当に嬉しいですよね。うん。さあ、これくらいにしましょうか。長くなりました。長くなると本当編集きっついのよね。本当に編集きつくて、たまに本当にやめだろうかなと思う時もあるんですけども、でもまあこれから編集頑張って、動画アップしますんでなんとか、またお時間ある時にでも、見てくださいねということで、以上お相手はユークスターダストでした。また次回ということで、あそうだ、応援隊とかでねなんかこう結成してなんかやりたいね、なんかやりたいですね本当にね、ということで以上お相手はユークスターダストでした。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。